小次郎なる浪人のありけり。痛く凶悪なる差がなれば、弟どもこれをあやめんとす。あけぼのより昨夜まで、あまたの浪人小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。アシュラはこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなり発る。菅笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり。五人の精鋭加わりて、共に狙うはただ一人、九郎殿なり。その小次郎に狙われておるのか、気をつけておこう。育ちの軟弱者め、所詮息を切らしておるぞ。さらば、浪人。意思はないのか。約束は約束、浪人であろうと果たさねばなりません。好きにしろ。
今引けば生きて返してやる。僭越ながらお断りいたす。来世では誠の武人となれ。浪人を放った男と相まみえぬかな。麦谷の奉仕ならば居所を知って。俺は太刀と共に育った身だ。そなたの命の心配をするんだな。竜像の話偽りではないか。それはどうかな。お主、なかなかの使い手であった。むごたらしい人の道から外れた畜生め。良い面構えだぞ。さあ早く来い。切り殺したくてたまらないのだ。誰も切らずに済んだのだ。ザレ事を。
度で皆に詫びよ。修羅の呪いを受けておると聞いた。信じてくれるか。この世にあってはならぬものだ。奉仕の申す通り、お主は修羅だ。ようやくお前が俺を殺してくれるのか。それが望みか。